さあ、その1番の桜井が青番3コーナーで前を抑えに行きます。4コーナーからホームに帰ってまいりまして、1番の桜井中段で止まって、3番神田が車を下げました。神田が5番手まで車を下げて、3番手に一度収まった1番の桜井がもう一度3番手から前を切りに行きます。 打賞の周回の2コーナーからバックストレッチ前を切って岡山勢中段が九州そして3番の神田は現在5番手で金を聞いています神田ラインの3番手に4番の阿網谷がつけてさあ徐々にペースが上がってまいりますが。 5番手、ここでかましていきました3番の神田中部勢が後ろからかましていくこれを5番の中村が阻んでいって6番のにはちょっと連係が切れているんですがなんとか2番手に上がってまいりました3番手は1番の桜井と5番の中村が絡むような形ただここは5番の中村が3番手取り切りました飛ばしていく3番の神田そして3番手からその差を詰めて2番手まで上がってきて5番の中村4コーナーを回ってくる先頭は3番の神田神田先頭でゴールイン